ゆかちゃん、今日休みだって。未だに決断できない。迷えば迷うほど時間がなくなっていく。ゆかちゃんは私の理想なの。できたらああ生まれたかったなというくらい。女の子らしくて可愛くて頭が良くて純真で、そこが可愛いのよ。もうみんな公演をやるような元気をなくしていたの。その頃、そこに来たゆかちゃんが走り回ってくれて、新たな公演の予算を学園側と交渉までして、人を集めて。でも、すんなり言ったわけじゃなかった。中等部の生徒に指示を受けて動き回る。それが耐えられない人も何人かいたの。わざと違うものを用意したり、まあ、嫌がらせね。その時の三年生は、自分たちの代で演劇部を衰退させてしまったものだから、なおさら居心地悪く感じたのかもしれないわね。表立っては泣かなかったわよ、ゆかちゃんは。いつだってきりっと裏方の準備を完璧にまとめていたわ。でもね、裏ではそうじゃなかった。みんな仲間なのにって、ポロポロ泣くの。みんなで協力し合えば、もっといいものができるのにって。少し泣けば大丈夫だからって。カーテンの裏に隠れて、時々泣いてた。偉いとかより、好きなのよ、演劇が。私なんかよりも。と、誰よりも。傷つけたくないな。
ギター、はあ、重かった。壊さないでよ、私の私物なんだから。私はもう一つ持ってるから、ピンクのかわいいのだから、気にしないで持って帰っていいよ。普通のストラトだけどいいよね。これぞ永遠のスタンダードってやつよ。弦は自分で取り替えてね。安いので十分。ワンセット500円くらいので十分よ。初心者なんだから。1000円は生意気だわ。ちゃんと定期的に取り替えてね。シールドはケースの中に入ってるから、家でも練習するのよ。エフェクターの方はもうちょっと待って。今知り合いに当たってみてるから、そっちで安く手に入るかも。ねえ、いくらまでなら出せる？やっぱコンプとディストーションはいるわよね。まあ、いざとなれば私はアンプ直でいいから、私の使って。結構いい感じよ。あとこれ、ライブ用のレパートリーのコード譜。後でテープも渡すから、こないだスタジオで撮ったやつ。ギターはこれをコピーしてね。MD の方がいい？だったらもうちょっと待って。ダビングしてくるから。とりあえず9曲は決定ね。あと何曲か付け足して、全部で12曲ぐらいになる予定。新曲もあるんだけど、今度のライブではなし。ありがたいでしょ？ライブ前に一回部室で合わせるから。日曜日までには頭に叩き込んどくように。無理じゃない！教えてほしいんです。ぜひとも、ぜひとも。
してもどうしても知りたいんです。教えてください。でしょうか。確約をお願いいたします。はっきり約束いただかないと。了解です。明日朝電話、そして行き先を決める。それでよろしいですね。
がつきましたか？動かないでください。動かないでください。持ち上げたとき、上から吊るしていた蜂に頭を思いっきりぶつけました。蜂が粉々に割れるほど強く打ちましたから、いいんです、そんなこと。まだ痛いですか？そうですか。気になさらずに。家にいっぱいありますから。
ね。ごめんね。もう、お水、あげられないの。あれが、いる限り。もう、入れない。入れないの。炎で焼き尽くすほか。